わっさっ、やぴまるです。はい、ということで今日はですね、バランス調整が来たということで、まあみんな知ってるかわかんないですけども、まあ、バランス調整が来たので、そちらをね、来たキャラクターを使っていこうと。バズまあちょっとやっぱ人が話してる時にね、突っ込んでくるっていうね、礼儀を知らないバズはちょっと僕容赦しません。倒させていただきます。はい、そんな感じでバランス調整が来たキャラクターを今日は使っていきたいと思います。まず1体目はこちら使う、バズ。はい、今チェスター使っています。チェスターはですね、 HP が3300から3500、まあこれパワー1の時の表記なんですけども、やばいねこれね、やばいねこれ。まあこれはしょうがない、しょうがない。行こう頑張ろう、こっから頑張ろうよ、みんないけるから落ち着こう。バズでもそろそろ来るよ。オッケー。はい、これバズさんちょっとね、浮かれてますね、今んとこ浮かれてますね。で、これちょっとね、このキラとを倒させていただきます。シェリーも落とせそうじゃね、これ挟んでるから。オッケー。このね、チェスターの謎チクチク攻撃、オッケー、ナイス。あ、バズやったな、それやったね。ウルト持ってる RD に突っ込むのはやってますね。そしてこれ神シュートです。はい、お疲れ。これマジで強いというか、簡単なんでやってみてください。はい、まあそんな感じでチェスターさん、HP 上がったんですけども、今5250ですね。50って何って、この50って何ですかって僕運営に聞きたいですね。何に強い50ですかみたいな。はい、まあ、特に本当だからあんま変わってないと思うんでね。もちろん強化入ったっていうのは変わらないんですけども、まあだからマルチとかで使いやすくなったかどうかっていうのはもう本当本人次第。あ、バズこれやったね、やっちゃったね、今ね完全に俺見えてたよね、やったね。はい、これシュートして終わりと。はい、まあ基本的に、競技ではチェスターさん今後も使われないでしょうということで、以上です。お疲れ。さあ、ということで次ミスター P、 行きましょう。こいつはね、まあ、もちろんていうかチェスターと一緒で HP が増えたんですけど、桁が違います。3000から3400になったということで、まあこれパワー1の表記なんですけども、5100になりました。ついに5000に乗ったんですよ、このペンギンちゃんが。最弱と呼ばれ続けて早半年ぐらいも経ったんじゃないかな。ローラちょっとそこ入ったら困るな。ローラ待って、ローラ落ち着こって。はい、戻ってきました。これちょっときついな、なんか編成的に。ナイスシェリー、いいね。ローラをね、ちょっとどうにか。ナイス飛び、めちゃくちゃいい。ああ、ナイス、それわあ、めっちゃ偉いわ、あの黒大好き。しっかり仕事してる。で、チェスターと違ってですね、ミスター P はですね、そもそも性能が割と強いんですよね。リロードを吐かせるじゃないけど、使わせるとか、索敵もできる、コペンちゃんがね、かなり強いので、HP が増えるだけで、こいつ本来の強さはね、ちょっと出しつつ、戻りつつあるっていう感じですね。これやりたい。あ、やりたいよ、やれないか、やれないよな。うん、やれないの分かった。ローラ倒したいな、さっきからこいつ鬱陶しいんだよな、ずっと。ローラ、どこよ、お前。ローラ？あ、ローラ見っけた。ちょっと待って、ちょっと俺ちょっと不利かな、これ。俺ちょっと不利っぽいから、ローラ一旦落ち着こう。落ち着こう、ローラ。ちょ、待って、マジで一旦さ、下がろう。俺も下がるからさ、ローラ。ローラ、マジ落ち着こう。ローラ、マジ落ち着こう。はい、お疲れ、ローラ、お疲れさんでした。HP のね、やっぱ、差が出てますね、ここで。ミスター P の HP が強いということでね。はい、まあそんな感じで、こいつはですね、だから結構、なんだろうな、競技シーンとかでもかなり使われるんじゃないかなと思います。はい、ミスター P はナイス、グッド、めちゃくちゃいい。はい、次弱体化ですね。弱体化 B です。B はですね、遠距離攻撃は命中した後の攻撃のパワーアップが 275% から 250% に変更ということで、まあめちゃくちゃ簡単に言うと、強化弾が3300から3000になったっていう感じですね。これがね、また若干痛いね。これオーティス挟もうか。いけるオーティスやろう。マックスやめろ。マックス、俺オーティス倒すから、マックスやめろ。マックス、マックスいいのそれ、マックスそれ。はい、僕をね、倒しに来ただけで、終わってしまいました。ゴールは入ってますよ。ボール後ろ行ってますからね、マックスさん。もうそんなんやってたら勝てませんよ、マックスさん。はい、そんな感じで。まあ、B はですね、だからその、若干渋いかなって思ったりしたんですけど、でもやっぱまだ強いですよね、普通に。残るときは結構残ると思う。左がやられた。メイジやめろ、nope. メイジ強いよな、サッカー普通に。ストゥーだとメイジきついんかな。ナイス。あー、オーティス。メイジ、ちょっと、メイジ
メジちょっとさっきから暴れてるんだけどさ、ちょっと仲直りしないかな。俺オーティスだけ狙うからさ、メジ頼む。許して、見逃してほしい。メジさん、メジ。オッケー。メジありがとう。ありがとう。俺オーティスだけボコボコにするからさ、待っててね。マックスが足早使ってるけど、これ倒せたらでかいよ、倒せたらでかい。うわ、あいつやるな、あのマックスマジで。届かない。あ、メイジごめんね、さっきね、見逃してと言ったけど、俺ちょっと倒しちゃうわ、ここね。ちょっとこう倒さないとね、試合進まないんで、ごめんね。ごめんね、メイジ。あ、オーティス、ウルトミスタか、これ。これ、ラッキーっすね。いや、きつー、でもこれ。なんか壁開けたことによって、逆にきついみたいな、新しいパターンですね。はい。まあ、そんな感じで、ちょっと調整の話すると、B はまだまだ使われます。って感じなんだけど、若干ピンチ臭くない？ちょっとこれマックスが思ったより上手いんだよな。メイジーがウルト持ってて、やばい、オーティスもウルト溜まってる。これ一旦保管。やばい、これちょっと待って、本当にやばい、やめて、落ち着いて、頼むマジで落ち着いて、やんないで、俺をやんないで、見逃して頼む、やめろ、マジ頼む。あー、入んなかったよね。あー、そうだよね、ありがとうね、見逃してくれてありがとう、本当に勝たせていただいてありがとうございます、助かります。はい、ということで、お次の弱体化はペニーさんですね。ペニーさんは HP が下がりました。3600から3400ということで、まあ5100だから、ミスター P と一緒じゃん、これ。みんな、ミスター P とペニーがついに HP 一緒になりました。これでわかるんじゃない、ミスター P がちょっと本当に強くなったってのが。まあ今までペニーね、かなりやっぱ強かったというか、まあ今も強いんですけど、モーティスとかなんだ、タンクにね、ほんと強いっていう傾向が本当にあったんですよ。なのに迫撃砲で投げにもやっぱ強かったりするんですよね。なんかモーティスやってね、さっきから回線が悪いんかな、回線悪そうだな。モーティスさっきからずっとやってな、何しねん、これどういう、おお、迫撃砲が強い。はい、だからまあペニーは弱体化入ったんですけど、これもあんまり変わんないと思います。まあ、もちろんちょっとやれやすくなったっていうのはもう数字を見て明確なんですけども、うん、あんま変わんないかな。これモーティスの回線が終わってるんで、ありがたく、勝たせていただきますよ。いや、回線なのかこれ、めっちゃやってる気すんだけど。はい、お疲れさん。ペニー強いわ、普通に。まだ全然強い。みんなペニーはマジ安定ですわ。使ってください。よろしくお願いします。はい、ということで、お次の弱体化はアンバーさんです。アンバーはウルトラレアギアのベトベトオイルっていうね、スローダウンしてたやつが 20% から 10% に変更されたって感じですね。まあ 10% は結構でかいっすね。だいぶ変わったと思うんですけども。でも、あのね、マルチ勢、大会とか出てない人からしたら、アンバーってそもそもそんな強くなくて。なんかタンクだったりモーティスとかがいるだけでめっちゃきついんですよね。って考えたら、まあ今俺の動画を見てる人たちにはそんな関係ないかな。確かにめっちゃ強かったんだけど、マルチはほんとそんなになんですよね。ほら、で、あ、え？ 10% ってでも結構変わるね。全然歩けちゃってんじゃん。そんなだったね、今。プリモ元気だったよ、今。プリモめちゃくちゃ元気に歩いてたけど、大丈夫これ。相当弱くなってね、これ。相当アンバーのギアが弱くなってる気がする。これもしかしたら、あ、いや、そうでもない。ん？プリモなんであんな速かった？ちょっとわかんない。めっちゃ元気だったけど。さあ、ということで、こっからですね。まあ、アンバーもう話し終わったんで。まあ、さっきも言ったように、マルチ勢にはそんなに、変わんないですね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、よいしょ、よいしょ。オッケー。まあ、俺、アンバー、強いけど強くないって思っちゃうんだよな。難しいよね。これ、ほんと人によると思う。俺、あんま強いと思わないから。大会はもちろん強いけどね。はい。はい、ということで、お次はメグですね。メグは、スターパワーの、シールドの方ですね。あれが、持続時間が、30秒から10秒に変更、だいぶ短くなって、ダメージ軽減率を 35% から 25% に変更ということでね。まあそこじゃないよねっていう、バランス調整そこじゃないよねって思います。運営さんそこじゃないよねみたいな、多分みんなも思ってると思うけど、
だって見てこれ強すぎんマジで強いと思うこいつ。やばいよねメグって。俺ねこんな使いやすいキャラ久々に見たもん。久々に見たもんの見たもんがめちゃくちゃメタモンと同じ発音だったんだよ。それに気づいちゃった俺。カワチ。はい、あ全然おい。あこれ、このシールドが10秒でなくなります。10秒でなくなってさらに、軽減率も減る。長ない？10秒。えあーえ本当10秒？10秒ってこんな長いんだっけ。うんまあでも弱くなった感じ。まあ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 なんとも言えないな。シェリー、シェリー、ちょっとあそこ耐えてほしかったな、うん、はい。おお、いた、痛いなそれ。ペンがめっちゃ地雷踏んでる。いや、まあ全然強いな。なんか普通に無双できちゃうこいつ。野良でも全然強い。まあでもあのスターパワーを逆にする可能性はあるかな。カールとかにもっと弱くなったみたいな、感じだと思うので、その詰めてくるモーティスとかに、だからウルトとかで詰められた時に弾いて倒せるみたいな感じするのかなと思います。はい、次ジャネットですね。ジャネットは HP が3400から3200に変更ということで、まあこれもねそんなにだと思うよね。4800、あいや4000、5000切ったのはでもちょっと違うか、話が違うかもしれない。5000切ったのは話が違うかもしれない。みんな倒せるよ。ナイスナイスナイス。あ、出す出す。うん、あでもちょっと弱くなったかもな。確かにやっぱね数字切るっていうのは結構違うからね。モーティスがあとちょっときついな。これシェリーさ、そしてバランス調整来ないんですかね。さあガジェットを置いて、うーんモーティス怖いなこれ。シェリーがでもこうやって真ん中謎にずっと歩いてるのはすごいありがたいけど、飛ぶよこれ、飛ぶで、これもうここでいっぱい当てる、いっぱい当てる。オッケーオッケー、これ多分、じゃオッケーオッケーオッケー、強い強い強い、壁強い、これ倒せたらでかい。おー強い。やっぱねジャネットってねガジェットだと思います、強さ。ナイス、シーヤン、シーヤンナイス。うん、ガジェットが強いから、うんまあ HP 下がってたのはでも痛いとは思うけど、倒されやすくはなったけどって感じかな。ガジェットがまだ強いなって思います。え、でもまあいい調整かな正直。うん、あんま分かんないけど、ごめん、あの保険話して。あんま分かりませんあんま分かんないわ。はい、まあジャネットはそんな感じでした。はい、じゃあラストグロムやっていきましょう。 HP が3000から2800に変更。まあだいぶ弱くなったんじゃないですかね。これねどういうあれかというと、多分なんですけど、ティックとかと、ティックがグロムに対してちょっとやり合えるみたいな、多分そういうイメージなのかなって。投げ同士の中のなんつうの、喧嘩、投げ同士の喧嘩に、まあ、ちょっとバランス調節が入ったみたいな。何言ってんの俺、どういうこと。まあ、だから投げに対して結構ちょっと弱くなったなって感じしますね。そもそもだってね、投げに対してグロム結構刺さったりとかしてたんで。って考えたら、うん、ごめん、ちょっと何言ってるか分かんないから今の全部忘れて、ごめんね。まあグロムも正直分かんない。でもシールドギアつけても4800っていうのは若干弱いかなって思ったりしてます。うーん、モーティスいいね、ナイス。これウルト使いたい。なんでちょっと回収させて、ウルト。うん、なんかずっと喋ってたら疲れてきたな、なんかこれ。はい、まあグロムはもういいです。もうあとビジョンギアですね。ビジョンギアが、まあ、さっき言った前言ったように効果がね、ちょっと弱くなって、ネオンとかサンディの、消えてる時に発動しなくなるっていう。危ねえな、お前。危ねえ、危ねえじゃない、当たったし、当たった信用。ナイス、よけ、いいね。いや、ナーニの頭よけれるのは素晴らしい。ナーニがうまかった、今な。今な、ナーニがうまい。これ、あれ気をつけてね、みんな。左上のマンディ気をつけてね、マジで。マンディが多分一番やばいから。俺がこれ死ななきゃ大丈夫だよね。俺が死ななきゃみんな暴れていいよ、これ。オッケー、ナーニいける、ナーニいける。ロー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 、詰めろ、詰めろ、詰めろ。オッケー、いいね。はい、これは勝ち決定ですね。勝ち確です。マンディのウルトもおそらく怖かったけど OK。
ジジ。はい、ということで以上でバランス調整終わりたいと思います。みんな気になることありましたでしょうか。頑張ってね、バイバイ。